ねえ狭い大ちゃんチャンネル Be Happy! イエーイ何これ何これね、こっちは聞きたい。あーかわいいかわいいわせーかわいいねえ、これ大丈夫そう放送して放送事故になる放送事故になると思うよ大ちゃんチャンネル今日の大ちゃんチャンネルでは藤子とワクエルに来てもらって最近ハマってることについて話していきます。イエーイ。ワクエル、なんでこんな日焼けしてんの？いや、最近外にいることがちょっと多くて。何やってんの？少しゴルフやってますね。あら、ゴルフ。なんか噂によると、最近あのインスタグラムでゴルフアカウントやめろやめろ。ゴルフアカウントをあの作られる男性に関しては藤井さん、やめなさい。率直なご意見をお聞かせください。チャラいと思います。チャラいとかじゃないよね。涌井さんにお伺いいたします。急に大人になってゴルフを始めて急にゴルフ専用インスタグラムアカウントを作る男性について、率直にいかがお考えですか？チャラいです。アカウント名こちらです。ちなみに本垢より動いてます。涌井ゴルフ、なんだ涌井ゴルフって。これか、涌井のゴルフ記録。待って待って待って、リールなんかやっちゃってるよ。上手くなってってるっていう記録を収めてるだけであって、上手になっていくのを上げてきて、あらららららら、見つけちゃいました。これはやっちゃってますね。なになに、上手くなる成長過程を見せたかったんですよね。そうそうそう。こちらご覧ください。すみません、まさかの自撮りです。今おいくつでしたっけ？37歳です。おじさんの自撮り載ってます。37歳男性の自撮りアカウントですか？はい。かわいい。なんかさ、前回の YouTube を見てね、私すごい反省したことがあったの。何？なんか大ちゃんが私のケーキを食べたりとか、ワクエルに抱きついたりとか、普通であれば大いにツッコミをしなきゃいけないところを、あまりに慣れすぎているせいで全てスルーしてる。どこが好きなの？ワクエルの？うん。逆じゃない。でもさ、この間さ、大ちゃんが歌ってみた動画あげたらさ、ワクエルがストーリーにさ、惚れ直したってあげてくれてたね。いや、上手だったもん。それに関しての見解いいですか？どうぞ。私には惚れ直しようがないんです。惚れ直すっていうのは、こういう波があるってことでしょ？そう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 。底辺にいたから、惚れ直すがあるじゃないですか。あ、藤子が言ってるのは、ワクエルは藤子のことがずっとマックスで好きだと。そう。あ、そう、ね、あ、なるほど。なんかやっぱりこう平坦な道よりジェットコースターラブじゃない？そうだよね、うん、やっぱり私はやっぱりジェットコースターは機嫌だけにしてもらいたいです。ワクエルね、そうだよね。チュキチュキピ、こっち向きなさいよ。大ちゃんチャンネル。あと私最近気づいたんですけど、あなたストーリーすごくやるじゃないですか、うん、細かくチェックしてるんですけど、ほぼなんか建築物についてやってません？いいね、建築物の趣味でも全然いいと思うんです、うん、本業は？美容師。建築家ではいそうだったじゃないか。びっくりしちゃった今。ギリギリ美容師です。こんなにゴルフだ、建築だ、打ってたってやってるけど、うん、美容師としての涌井さん、予約全然取れないの。そうなんです。つまり、マジ引っ張りだこなわけ。女性の客なの？女性がでも8割ですね、僕のお客さんは。断ってもらえないそれ。涌井さん、その地味にやってるって、あまりバレたくないよっていうふうに言ってるけどね。バレたくない。37歳、ゴルフ始めたってよ。2022年5月、ゴルフ人生スタート。読まないでください。さあ、ここからが問題です。はい。見せ赤じゃないよ、一応記録赤だよ。いきますよ。でもフォローは喜ぶよ。本業の方なんですけれども、はい、美容師37歳、建築好き、頭皮に詳しい人、ストーリーズ多め、はい、フォローしてくださいとか、うん、予約はこちらですとか、うん、ない、新規のお客様受け付けてますとか、ないです。でほら、ちゃんとほらここをね、あのリットリンク押すと一応あるんだよ。質問箱、これここでやってんだ、うん、知らなかった。どしどし質問お待ちしてます。分かった、今質問する。今はしなくていいよ。いつ離婚しますか？大ちゃんチャンネル。藤井さんは週3でジムに通っている。そう、めっちゃジム通ってるよね。通ってる。え、なに？やめとけ、やめとけ、やめとけ。何でしょう、違う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 、なんでいいじゃん。危ないよ。あ、ジム帰りって言ったのかな。ごめんなさい、なんかモデルみたいな感じかと思って。藤井さんって
主役がやっぱり足だから、ここをね細くしておくことはやっぱりすごく大事だと思うし、うん、頑張れと思ってる。三上さんの主役はどこ？顔。はい。そっか。そうですよ。聖大くんはさ、大ちゃんのいいところはどこだと思う？肌が綺麗なところで、つまり顔ってことで、髪も違います。顔は髪も綺麗だしね。そう、髪も綺麗だし、髪もすごい髪も綺麗、つまり顔ってこと。顔ではない。足もね、長さはあるし、ね、そう、長さはあるし、あと小顔だし、うん、あ、顔顔大きさの話、小顔の大きさの話。そう、性格可愛い。でもさ、そんなジムからってどうすんの？どこ目指してるの？来世はブラックピンクになる。これ一旦今世の話として。来世にブラックピンクになるためにはやっぱ今世から筋トレしなきゃいけない。あ、始めてる。え、でもさ、やっぱから言わないでおいて、言わないでおいてあげる。これはかわいそう、やっぱり言わないでおいてあげる。でもそこまで言ったらもう、うん、そうだよ。多分だけどさ、膝が痛み始めた。痛くない。まだ腰しか痛くない。ぐる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 。見たことないから分かんないけど、多分ウータンの肩はこうってことはないと思うよって言って、あのウータンの、すいません、肩位置こちらです。藤井さんの肩位置こちらです、どうぞ。こんがらがったやつ人形みたいなことやってたから、藤井さんすいません、ご自分の肩みたいなんですね。けどその指摘に関して正しかった。そうですよね。つまりご自身の肩がびっくりするくらい上がってなかったって事実から、うん、ジム買いをされてるって。違います。どうすんの？あ、日本でツアーやるじゃない、うん、その時のあのなんとかって言ってやる時にさ、うん、みんなで一緒に踊ろうって思ってさ、なんとかたんに言われてさ、うん、みんなさ若いからさ、イエーイってなってる中さ、一人でここにないから恥ずかしくない？ちょっと後ろの人殴っちゃう。すいません。みんなこの辺なのに、みんなこの辺だから。一番後ろの席でお願いします。絶対にやる。大ちゃんは？私最近何ハマってるかな。なんかでもジム行ってるみたいな。今日からね。今日から。あれ前もなんか行ってる動画上がったの。あれから。あれが紹介です。あれ紹介。あいたね。あの時私初めてだったじゃん。私も今日で27回目だったよ。ちんちゃよ。ちんちゃ。マジで。たまに入るこの韓国。ごめんね。最近頭から話した。見えね。見えね。どっちの韓国美女にする？選んでもらっていいですか？最近ハマってるものはワクエル。でも最近何ハマってるかな。ハマってるものが全然見つからない。なんか昔からどうなの、趣味も別にないし、スポーツもしないし、なんか集めててグッズもないし、推しもいないし。よく病気してるね。最近体壊す感じになった。でもやっぱりこの女優として常に体調管理をすること、それもやっぱ役作りの一つ、とても大切な観点だと思っているんですね。役を作る、体を作る、心を作る、そして目指すはその先にあるスタート。だからね、フジコが食べてる、フジコが持ってきてくれた餅がめっちゃ美味しかった。あれあれ新潟のあれ、ちょっと待って、パッケージ見せてあげる。これフジコが持ってきてくれたこのきなこ餅、これ本当に美味しいから、これみんな楽天ルームに、フジコが楽天ルームに載せてる、載せた瞬間すぐ完売しちゃったんだって。本当に美味しかった。お餅もちもちもちだみんって感じ。これ本当に絶対食べて。せいらくんは最近何にハマってるの？うん、聞きたい。若者がハマってるの。でも僕も今筋トレしてます。あんたずっと筋トレしてるよね。ずっとしてるんだけど、うん、最近増やして時間をちゃんともう決めて、うん、この時間はもう何も見ないで。ニセキン？モテキン？誰向け？でもなんでそんな急に筋トレ頑張ってるの？夏だし。ニセキンじゃない。こんな3人で返すことなんてさ、死ぬほどあるけどさ、カメラの前にやるなんてほぼないだろうからさ、この際はっきりして、うん、私のどこ当てるの？ね、髪。足が長いところと、足が長いところでしょ。心がいい藤子ところと、いや、正直藤子とは、正直距離を置いて藤子とは、大ちゃんと欲しい。緊張。大ちゃんチャンネル。
はい、ということで今日のナイチャンチャンネルは藤子とそして私の彼氏のマキアでが遊びに来てくれました。どうもありがとうございました。え、本当にごめんね、今日さ全然さ全く YouTube に出るはずもなかったのにさ、たまたま近くにいたからさ無料で使っちゃおうって。違うよね、なんか前の撮影が早く終わっていきなり星大くんから電話かかってきて、藤子さん今何してますか、ナイチャンのお家でお茶とかどうですか、チーズケーキもありますよ、何の罠って聞いてます一体何の罠、まさか YouTube じゃないよねまさかでした。俺も近くにいたら呼ばれたもんね。こちらが人を呼び出しておいて寝てる人です。広瀬すずです。無理だよ今から藤井さんはジム帰りボロボロのすっぴんで OK で、私もいつも通りだったんだけど、今回も出演が一番難航したのはこちらの方でしたね。そうでした、じゃないんですよ、スパ帰りで髪の毛が何もできてないから顔は出せませんって言ってました。女の子毛が悪いだあーだこうだ、あーだこうだ、順次の始め、何なのあんたたち、何なの、私たちがどんだけ身を削ってると思って、本当だ、女優よ、違うよ。はい、ということで、ナイチャンチャンネルでした。みんな、次はマキアとナイチャンにこんなことしてほしい、あ、藤子も、こんなことしてほしいってなかったら、ぜひコメント欄に寄せてください。みんな、今日見てくれてありがとう。ナイチャンチャンネル、せーの、ピーコ皆さん、皆さん、いいですか、いきますよ。全員さん、全員さんからお願いしますよ。いきますよ。ナイチャンチャンネル、ミーハン皆さん。タイミングが全然わかんない。ごめんなさいね。大人の皆さんも参加型ですよ。